そびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた叶いそうな長った夢よ諦めそうになった日々を変えてゆけると信じてたあの日のこと手繰り寄せて いくつも どこか行きてえのか？ここならのんびり行けそう。調査ノートの補充はできてる。今日もたくさんし。これで大丈夫か？それじゃあかけてみるね。君たちが僕を目覚めさせてくれたのかい？しゃべった？お前、一体何者なんだ？何者って、ここに住んでるものだよ。星の民とか言われていたりもしたかな。この島に…ん？あれ？ここ、空じゃない？僕は島と空を飛んでいたはずなのに。島と飛んでいた？もしかして記憶喪失？どうなんだろう。そもそも記憶喪失になったりするのかな。そうか。ああ、いや、今思い出したことがあるんだ。僕さ、実は今でも空剣島の歴史を調べてるんだけど、この前興味深い記述を見つけたんだよ。どうやらあの島を作った錬金術師たちは最終的に島を空に浮かべる目標を持ってたらしいんだよ。え？空剣島にそんな機能があるの？いや、ないよ。あくまでも目標、実現はできなかったんだ。でもね、その飛ばそうって発想に至った理由が興味深いんだ。当時の錬金術師たちは実際に空に浮く島の存在を知っていたんだよ。それじゃあつまり空剣島はそれを真似て作られたってこと？そういうことになるね。だが結局その錬金術師たちはその再現まではできなかったみてえだな。それで、お前さんはこの島が落ちてから今までずっと眠っていたのか？
それがよくわからないんだ。なんか記憶が混乱してて。何かきっかけとかがあれば思い出すかもしれないんだけど。思い出すきっかけか。遺跡を探せば何か見つかるかな。わからんが、それしか方法がなさそうだ。この際だ、徹底的にこの遺跡を調べ尽くしてやろうぜ。してて気持ち悪いわ。あれ、扉が開いてる。あんなしっかり閉まってたのに。なんで開いたんだろう。ひょっとしてあのつぼみが関係しているとか。だとするとこの扉は魔力によって閉じられていたということになるが、ありえなくもない話だな。とにかく進んでみよう。今は遺跡を少しでも調べるのが先だよ。怖いことだけは起こりませんように。油断は禁物だよ。当てる。くれ。ちょっ。正解。連続よ。当てる。そこ。くれ。任せてください。ありがねえのもつまらねえな。ライザー！
力を見せろ。当てる。くれ。そこ。そこ。任せてください。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。よーいしょ。一人でも十分か。当てる。くれ。そこ。そ。正解。連続よ。当てる。そ。正解。そこ。連続よ。腕を感じて。クラブを当ててよ。いけるか。凍りついて。くれ。せーの。私もまだまだ戦えるみたい。紹介でも扱ってるけど、種類が多すぎてキノコだけは覚えられないの。俺一人でも十分か。くれ。当てる。そこ。正解。連続よ。それ。任せてください。当てる。せーの。楽勝楽勝。さあ早く進もう。実戦で得た経験無駄にはしないわ。何か？そうなのかな。でもほとんど棚の中空っぽだね。すごいよ。タオさん、そんな慌てなくても何もありませんよ。何言ってるんだパティ、ちゃんとあるじゃないか。ほら、見てよ。それって、もしかして巻物？そう、これだって立派な読み物だよ。それで、何が書かれているんだ？これは、今すぐは読めないや。
クリント王国時代の文字じゃないの？うん、これはクリント王国時代よりももっと前、ずっと昔の時代に書かれたものだと思う。もっと昔？そんなに前なの？当時の様子が伝承でしか伝わってない、遥か昔の時代のことさ。まあ、今じゃそのままの形じゃなくて、わらべ歌とかに形を変えちゃってるけど。わらべ歌って、それ信憑性ねえだろ。でも空剣刀のわらべ歌だって結局は真実だったよね。どういう人たちかは全くわからないけど、実際に昔この地方に人が住んでいたのは間違いない。真実を明らかにするにはまだまだ想像もつかないほど時間がかかるとは思うけど、絶対解読してみせるよ。とりゃ！なんだ、余裕余裕。当てる！そこ！正解！連続よ！そこ！そこだ！針金のもつまらねえな。何が出るかな。油断は禁物だよ。当てる！当てるよ！そうだ！風を感じて！クラウディア、行くよ！当てる！カイザー、行くよ！力を見せろ！くれ！楽勝楽勝。さあ早く進もう。油断は禁物だよ。くれ！そこ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 ！正解！連続よ！くれ！クリフォードさん、お願い！そこ！そこ！正解！どうだ？クリフォードさん、お願い！風よ、吹いて！援護するよ！当てる！
ライザー力を見せろ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。さて、どんなお宝と出会えることやら。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。とりゃ！なんだ、余裕余裕。当てる。そこ。連続よ。と、しまった。それ。当てる。針がねえのもつまらねえな。俺一人でも十分。くれ。と、そこ。連続よ。こいつはどうだ。そこ。当てる。せーくらいくよ。いけるか。くれ。クリボンドさんお願いだ。さあ行くよ。力を見せろ。一気に行くよ。当てる。クラウディア行くよ。いけるか。連続よ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。あとどれくらいあるんだろう。石ころなんかでよけりゃ箱根の前にも転がってるだろう。お、早速お宝の匂いがしてきたぜ。私たちはこの辺りを調べよっか。そうだね。では私は壁面を調べていきます。ねえ、パティはいいの？いろいろ落ちてるみたいだけど、お宝とか気になるんじゃない？
間場所に困る程度には持っていますので、それに落ちてるものを身につける趣味はありません。そっか、お嬢様だもんね。へえ、なかなか面白いもんがあるじゃないか。価値の高いものが残ってましたか？いや、価値はほぼねえな。けど、こいつは大昔に流行ったデザインなんだ。え、そうなんですか？古い文献に記述が残ってるんだ。まあ、歴史書には全く書かれてねえ雑学だけどな。古い文献って、読めるんですか？タオと比べたら足元にも及ばねえが、歴史の知識はこの仕事をやる上で必要だからな。お金のことだけじゃないんですね。私、誤解していたみたいです。誤解？トレジャーハンタークリフォード・ディズウェルの名前はうちの紹介でも有名です。この遺跡に行く話になった時も、あなたのような人がライザにくっついていくと知って、ライザがひどい目に遭うかもと心配になったから監視役としてついていくことにしたんです。これでも結構真面目にやってるつもりなんだがね。そうね、少なくとも悪い人ではないみたい。いい人のつもりもねえけどな。監視目的でここまでついてきたって言ってたが、あれ半分は嘘だろ。ライザと一緒に冒険したい、昔一緒に冒険したあの時みたいに、俺にはそんな風に見えてたぜ。俺はずっと一匹狼で仕事してきたけどよ、そんな俺でもそれくらいわかるぜ。そんなことないです。私は本当にライザが心配だっただけで。私、俺は悪い人でもいい人でもねえけど、意地悪な人間だったりはするんだぜ。クリフォードさん、何かすごいものはあった？いや、いろいろあったがお宝とは言えねえな。マシなのはこれくらいだな。当時の生活していた姿がそのまま残ってるだけで、全部売っても大した額にはならねえよ。そっか、残念。こっちも収穫なしだよ。移動して別の場所を調べましょう。